どうね、だろう。あ、大丈夫ですか。皆様おはようございます。かつみでございます。かつみはですね、皆さんご存知の通り、真鍮の鉄棒模型を作っておりまして、キット完成品とも、ご用意させていただきますが、去年の夏にですね、雲入り74というこちらの入門用のキットなんですが、こちらの方は初めてチャレンジシリーズというタイトルで作らせていただきました。で、累計かなりの数で作らせていただきまして、販売の方もだいぶ好調でございます。で、辰巳の目黒店の方ですね、ハンダ付け教室というのをやっておりまして、だいたい 3,4 時間ぐらいの講座なんですが、皆さんこちら初めての方でも、3時間ぐらいで箱にすることができます。で、あと、後日、ご自宅で色を塗っていただいて、あとこういう走行装置ですね、こういったものをつけることによって走らせて、鉄棒模型の真鍮の鉄棒模型の作る楽しみとかを、味わっていただくというのは商品で大変 ご好評をいただいております。で、今年がですね、第2弾としまして、こちらの東急3450タイプというものを、新しくご用意させていただきました。で、こちらはですね、くもりユニとどう違うかと言いますと、だいぶ凝った作りになっておりまして、雲ユニでは顔つけたりドアつけたりするだけで終わっちゃうんですけど、こっちの東急の方はですね、ロストの部品ですね、このおでこの丸いところがロストワックスというパーツで作られておりまして、なかなか廉価版のキットには入っていないパーツでございます。辰巳の商品でいうと、電気機関車のおでことか、あと通勤電車の前面部なんかに使っております。で、あとは、アマトイテとかですね、ちょっと中上級者向けの、作業が加わるキットになっております。で、こちらも今日からですね、12,600円で、先行発売しております。通常の模型屋さんとかには9月の1日からの発売になっております。で、初めてハンダ付けをやりたいという方は、こちらの雲入り74を、作っていただいて、次のステップでこちらの、東急3450タイプを、作っていただくと、そういう流れになっております。で、その後は辰巳 の電気機関車とか組みやすいキットいろいろございますので、そちらで、チャレンジしてみてください。それからですね、目黒店のハンダ付け教室なんですが、9月の方は特別に、5回用意させていただきます。通常月2回なんですけど、9月はその、東京の発売記念ということで5回あります。で、土曜日の方はですね、予約制になっておりますので、事前に特に目黒店の方へご予約の申し込みをいただきまして、ゆったりハンダ付けはすることができます。で、他の日曜日とか祝日の方はフリーになっておりますので、気が向いたら、ぜひ来ていただきたいと思います。あと、その他完成品の新商品なんかでは、三八三系のシナノですとか、あと九州の八八五系の透明なんかを、今後ラインナップ予定しておりますので、ぜひとも今日担当者いっぱい来てますので、いろいろな質問等を、いただければと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。